じゃあ、旧大の沖と申します。よろしくお願いします。今回私が話する内容っていうのは、すでに論文などで報告されたチップシックデータを全部可視化しようっていうプロジェクトです。で、私の、すみません、もし何か質問とかありましたら途中でいただいても結構です。で、主に今回話する内容は2つのプロジェクトからなっておりまして、1つは論文とかで報告されたチップシックデータを簡単に可視化することができるというソフトウェアで、このソフトウェアは非常に簡単に使えるようになっていて、ここのインプットフィールドに興味のあるデータのアクセッション番号を入れて、でしばらく待っていると、こういうふうにゲノムブラウザー上で好きなところを可視化できるっていうふうな、ソフトウェアです。でもう一つの話っていうのが、今まで報告されたチップシックのデータを全部、スパコンで計算して、全部ゲノムブラウザー上でこのように、可視化するようにしようというプロジェクトです。で、例えばこのように FAU5F1 という遺伝子の上流に、例えばオクトソックスナノグなどいろんなタンパク質がくっついているっていうのが、一目瞭然になるというような、そういうふうなことをやろうとしています。で、今回お話しする内容、4つの内容からなりまして、1つ目は動機と狙い、2番目は、背景です。で、3番目は可視化のソフトウェアで、4番目が先ほど のデータベースの話になります。で、まずこの動機と狙いからお話ししていきたいと思います。で、私は、一言で言うとマウスの初期発生を、専門に研究しておりまして、最初の頃は、マウスの左右軸決定のことについて研究してまいりました。で、他にもFGF シグナルが初期発生でどういう働きをしているか、あとエピブラストステムセルっていう幹細胞があるんですけども、それの未分化状態をどういう、すごくよく維持するための培養系の確率とか、あと現在やっておりますのがエピブラストと呼ばれる、プルリポテントな細胞集団がマウスの初期発生の時に一過的にできるんですけども、その前側だけに神経ができて後ろ側に現状ができる、でその領域化っていうのがどういうふうにできるんだろうっていうことを今研究しています。で、ちょっと今回こういうふうな話は全然しないんですけども、これらを通じてちょっとずっとやっていたのが、発現制御機構、マウスの初期発生における発現制御機構を知りたいっていうのが動機にありました。で、発現制御機構っていうのは、ある遺伝子の下流遺伝子を知りたい、もしくは上流遺伝子を知りたいっていうことが、よくあるわけなんですけども、例えばでこういうふうなことを知ろうと思えば、すでにもう報告されているチップシックデータっていうのが非常に有益になります。あるタンパク質がどこにくっついてるかっていうのを知ることによって、こういうふうな制御機構っていうのを簡単に知ることができるんですけども、で例えばある転写因子の下流因子を知りたいっていうふうになれば、この転写因子がゲノム上のどこにくっつくかっていうのをあらかじめ知っておくと、それが、有益な情報になります。で、そういうのを簡単にできるためにチップシックの可視化ソフトウェアっていうのを作っています。で、今度は、もう一つは逆でありまして、ある遺伝子の周りにどんなタンパク質転写因子が結合しているか、こういうのを知ることによってある遺伝子の上流因子っていうのを簡単に割り出すことができるんですけども、こういうことを簡単に、調べたいっていうことをやるために全可視化っていうプロジェクトを行っています。で、自分がそのウェットの人間であるっていうのもありまして、なおかつこういうことが誰でも簡単に見られるようにできたらいいなっていうふうに思っています。で、じゃあ今までそのチップシックデータ、どういうふうに解析してきたかっていう、背景についてお話しします。で、皆さんご存知だと思うんですけども、チップシックっていうのはクロマチンを取ってきまして、何らかの抗体で免疫沈降します。で、例えば、転写因子であるとか就職ヒストンの抗体で免疫沈降してきて、で取られた DNA をシーケンサーで読み取るというものです。で、このチップシックという手法っていうのはもう最近飛躍的にいろんな論文で報告されていまして、例えばこの論文だとフィギュア1にこういうふうな図があって、例えば PAU5F1 とかナノグの周りに、ナノグオクトソックス 2KLF4 っていうのがこういうふうについてるよっていうのを示しています。で、こういうふうな論文のフィギュアで、フィギュアで示されるんですけども、実はそれっていうのは
広い、ものすごい広い、ゲノム全体のうちのごくごく一部だけがこういうふうにフィギュアとして示されています。ですので、じゃあ例えばこれより端っこはどうなってるんだろうとか、あと他にもこのオクト4というタンパク質がレフティという、レフティという遺伝子の周りにどのぐらいひっついてるんだろうかっていうのを知りたいっていうことが、ウェットの研究者の中ではよくあるんですけども、まあ、こういうのを知ろうと思えば結構難しいという、背景があります。で、ちょっと言葉の問題なんですけども、こういうふうな波形データのことを、まあ、カバレージデータと言いまして、ビッグイッグというちょっと変わった名前のフォーマットのファイルがあれば、誰でも、まあ、こういうふうにゲノムブラウザー上で見ることができます。で、一応このビッグイッグファイル、ビッグイッグフォーマットのファイルっていうのは誰でも作れるようには原理上なっています。で、どういうふうにするかというと、論文の最後の方にこういうふうにアクセッション番号っていうのが書いておりますので、ここですね、 GSE なんとかなんとかっていうふうに書いてるんですけども、これをもとに例えば NCBI の GEO とか、あと DDBJ などに行って、でそこから、実験ごとのアクセッション番号っていうのを、拾ってきます。で、シーケンスリードアーカイブズ SRA っていうのが、つまりシーケンサーが吐き出した生データに相当するものなんですけども、これが、一応誰でもダウンロードできるようになっています。で、こういうふうな生データっていうのは論文に投稿するときには絶対に、DDBJ とかNCBI とかに登録することが義務付けられています。で、じゃあこれをダウンロードしたら、さっき の波形データビッグイックみたいなのが見られるかっていうと、実はそんな方はありませんで、まあ、SRA っていうのはバイナリーファイルです、まあ、こういうふうにわけのわからんことになっています。で、じゃあそこからビッグイックファイルを作るには、まあ、ちょっと複雑なコマンドライン処理っていうのが必要になりまして、で、このフローチャートではそのコマンドライン処理の流れを示しています。で、まず、すごく大雑把に話しますと、まずこの登録されている生データっていうのは SRA と呼ばれるものは、まあ、こういうふうなバイナリーファイルなんですけども、それを、SRA ツールキットというのを使ってテキスト化してやります。で、これを HASTQ ファイルというんですけども、 ATGC からなる配列情報を含んでいます。で、このそれぞれの配列がゲノム上のどこにあるかっていうのを探し出すのがマッピングという操作で、膨大などを使ってやるんですけども、で、そうしてサムファイルっていうのを作ります。で、これはクロモソームナンバーのどこどこにこういう配列がひっつくっていうのを出しています。で、これを一旦バイナリ化して、で、カバレージ計算っていうのをやるんですけども、クロモソームナンバーのどこからどこまで、この波形データのこの高さが何ぼになるかっていうのを割り出す。で、これをさらにバイナリ化してやってビッグイッグファイルというのを作って、で、初めてそれをゲノムブラウザで開くと、こういうふうな波形データを見ることができます。まあ、非常にちょっと できるようになれば簡単なんですけども、ここに至るまでなかなか面倒くさいということがあります。で、あと、まあ、そういうふうな処理もちょっと大変なんですけども、そもそもこれらをやる前にこの青字で示したコマンドライン上で動くツールっていうのが、例えば膨大とかサムツールとか、こういうふうなツールっていうのをいろんなところからダウンロードしてやって、コンピューターにインストールしてやる必要があります。で、これはインストールも結構骨が折れるっていうことと、で、あともう一つ、ライブラリーファイルっていうのも必要になります。で、例えばホールゲノムシーケンスを含んだ FASTA ファイルとか、あと膨大インデックスとか、そういうふうなファイルも準備しなければならない。これも結構知らなければちょっとやるのが大変ということがあります。ですので、まとめの一番として、論文とかで報告されたチップシックデータっていうのは、まあ、いわば宝の山です。あらゆるタンパク質がどこに結合するかっていういろんな情報を含んでいるんですけども、で、それは SRA という形で一応生データは誰にでも公開はされています。で、じゃあこの宝箱を開けようとしたら、実はたくさんのハードルが待ち構えているということで、まあ、僕も実は 2,3 年ぐらい前までそうだったんですけども、コマンドを全くやったことがなくてですね、まずコマンドの勉強から始めてツールのインストールして、ライブラリー準備して、で、それから初めてコマンド実行してこういうふうなのが見られるっていう、まあ、非常にたくさんのハードルがあるわけです。
で、まあ、ちょっと僕もそれで結構大変な思いをしてきたっていうのもありますので、こういうのをもっと簡単にできないかということで可視化ソフトウェアっていうのを作りました。で、それが SRA テーラーという名前のソフトウェアで、 SRA っていう先ほどあの生データなんですけども、それをテーラーメイドでいろいろこねくり回すことができるような、そういうふうなソフトウェアです。で、非常に簡単に処理ができるようになっていまして、GSM とかで始まるアクセッション番号を入力してしばらく待つと、こういうビッグイックフォーマットのファイルを作られるっていう簡単なソフトです。で、必要なものとしては、まあ、当たり前ですけどパソコン必要です。で、一応いろんなプラットフォームに対応していて、 Mac とか Windows とか Ubuntu で使うことができます。で、大体10万円ぐらいのパソコンであれば、まあ、大体十分な計算ができるようになっています。で、あともう一つ必要なのがアクセッション番号です。で、逆に必要ないものとしては、こういうふうなカチャカチャやるコマンドライン処理っていうのも必要ないですし、あと計算処理の知識が全くなくてもできるようにできてます。で、あとお金も必要ありません。本当はお金欲しいんですけども、今のところ無料で使えるようになっています。本当に無料です。で、じゃあこの SRA テーラーっていうソフトの使い方をちょっとムービーでお見せします。で、まずこういうふうにチップシックを扱ったような論文の最後の方にあるアクセッション番号、サブミッションコードっていうんですけども、これを見つけてきてあって、まあ、適当になんか Google とかで検索します。そうすると GEO などに、リンクがありますので、そこで見ていって、実験ごとのアクセッションコード、ここにあるやつを調べます。で、例えば Octo4 の ESM におけるチップシックデータだったらこの番号っていうことになります。で、これを SRA テーラーというソフトを起動していただいて、ここに先ほどのアクセッション番号を記入して、ゲノムアセンブリー、例えばマウス MM9 とかっていうふうに入れてやって、で、適当なファイルネームをつけてやって、あとここを押してやると計算が始まります。で、まず SRA をダウンロードしてきて、それをファストQに変換しまして、で、マッピングしてサムを作る。で、これをバイナリ化して、バムファイルを作る。で、それをカバレージ計算してベッドグラフにして、で、最後バイナリ化してビッグイックを作る。で、これらの処理っていうのはユーザーの人は何もする必要はなくて、待っていればこういうのができるようになっています。で、実際作られたビッグイックファイルっていうのはここにあるんですけども、これを閲覧するためにはこの SRA テーラーをもう一度起動していただいて、ビューアーっていうボタンをクリックします。で、そうすると IGV っていうゲノムブラウザーがあるんですけども、それが開かれるので、先ほどのビッグイックファイルをここで開くことができます。で、なんか好きな遺伝子の名前を入れます。そうすると、例えば PAU5F1 っていう遺伝子の周りにそれ自身がこういうふうに結合しているっていうのが簡単に見られます。で、もしレフティーという遺伝子に興味があれば、そういうふうに入れてやると、ここに PAU5F1 がこういうふうにひっついてるっていうことが見られます。まあ、非常に簡単に誰でも使えるんじゃないかと思います。で、じゃあこの計算処理の時間どのぐらいかかるかということなんですけども、まあ、いろんなリード数のチップシックデータを計算させてみて、ビッグイックを作るのにどのぐらいかかったかっていうのを求めてみました。で、まあ、リード数に比例して計算時間っていうのは伸びていくんですけども、だいたい iMac で1000万リードあたり9分、 MacBook Air だったら1000万リードあたり13分ぐらい、ビッグイックを作るのに時間がかかります。で、平均的なチップシックデータっていうのは2000万から3000万リードぐらいですので、まあ、だいたい 2,30 分ぐらい待っていれば一つの処理が終わるということです。だけど、はい、メモリとかあの辺のスペックを書いてなかったら結構俺やったら信用せへんねんけど、何のオプションもないもので、何年のやつとか。あ、そうですね、これ、13年モデルで、こっち12年モデルです。で、こっち側がメモリが4ギガで、スロット数が4です、うん、で、こっちはスロット数2でメモリが2ギガです。まあ、10万円ぐらいでどちらも買える。いやいや、はい、わかりました。
で、あとオプション設定でも簡単にできるようにしていまして、例えばあるところをチェックするとクオリティチェックとかキープコールとかもできるようになっていて、であとコマンドラインで使うようなオプション設定っていうのも簡単にできるようにしています。で、まあ、ちょっとこれもムービーで示していきますけども、この SRA テイラーを起動していただいて、で、まあ、適当にアクセッション番号を入れてゲノムアセンブリー的なものを選んで、まあ、なんかファイルをネームをつけます。で、このオプショナルセッティングっていうところをクリックすると、ファストキューとかサムとかバム、あとピークコールのベッドやビッグベッド、あとベッドグラフっていうのを作れます。で、あとピークコールするときのインプット DNA のデータをここで選ぶこともできまして、まあ、バム形式のインプット DNA のファイルがあればここで選択することができます。で、あとマッピングツールとして膨大ツールの他に膨大や BWA を選ぶことができますし、あとそのコマンドライン用の、オプション設定、例えばベリーセンシティブだとかこういうふうなことができます。で、ピークコーラーも MAX1 と2両方選べまして、でここも例えば Q バリュースレッショールドを、10のマイナス5乗にしようとか、こういうふうな、設定ができます。で、まあ、あとはランボタンを押してやると先ほど指定したファイルっていうのが作られていきます。で、まあ、ちょっと実際どんなものができているかっていうことでお見せしますと、 SRA テイラー開いてビューアーっていうボタンをクリックすると、まあ、IGV が開くんですけども、でそこで先ほど作られた中からピークコールと、であとバムと、あとピックイック選んでこれを開いてみます。で、まあ、適当に好きな遺伝子の名前を、まあ、こればっかりなんですけども PAU5F1 って入れると、まあ、こういうふうに、上にあるのがピックイックで、ここにあるのがピークコールで、統計学的に優位にリードが集中している場所を示してくれます。で、あとこのグレーで示されているのがバムファイルで、この一本一本のバーが一個一個のリードに相当します。まあ、こういうふうに、オプション設定っていうのも非常に簡単にできるようになっています。で、あと今までの話っていうのは、アクセッション番号を入力に用いてたんですけども、例えばご自身で、次世代シーケンサー回すと、あのファストQファイルっていうのがあのアウトプットとして出てきます。で、こういうふうな自分のファイルっていうのも入力に使うことができて、ファストQの他にもサムとかバムとかこういうのを入力に用いることができます。で、まあ、これもあの全然簡単にできるわけなんですけども、まあ、ここにデスクトップに、ファストQとかバムとかサムとかあったとします。で、 SRA テイラー開いてもらって、でここのインプットフィールドに、まあ、例えばファストキューファイルをこういうふうにドラッグしてやると、これを入力に用いて、その後の、マッピングであるとかピークコールとかカバレージ計算とかそういうのができるようになっています。で、計算の流れなんですけども、まあ、何度も言ってるので、まあ、省略しますけども、マッピングは膨大2膨大 BWA を使って、で、まあ、カバレージ計算して、であとピークコールに関しては MAX もしくは MAX2 を使ってベッド形式もしくはビッグベッド形式のピークコールデータを作ることができます。で、あとファスト QC を使って、クオリティチェックをすることもできます。で、このフローチャートでブルーで示してるこいつらなんですけども、これらはあのコマンドラインで動かすツールで膨大とかサムツールとかあるんですけども、で、こういうふうなものっていうのは、あの SRA テイラーを初めてダウンロードしてインストールした、起動したときに、これらのツールが勝手にあちこちからダウンロードされてインストールされるようになっています。だからインストールの必要もないということです。で、あとライブラリー、ゲノムライブラリーファイルっていうのがあって、こいつらも、非常に簡単に、作ることができます。で、どういうふうにするかというと、 SRA テイラーを開いてアッドゲノムっていうところをクリックしますと、まあ、ヒューマンとかマウスとかラットとかドロソフィラとかイーストとかありますので、その中からどれかクリックすると勝手に、ホールゲノムシーケンスとか膨大インデックス、ゲノムサイズファイルなどを準備してくれます。で、この間もユーザーの人は何もする必要がなくて、まあ、待っていれば勝手に作られます。で、入力可能なアクセッション番号っていうのは、あのいわゆるエクスペリメンタル
コードと呼ばれるもので GSM とか SRX、DRX で始まるアクセッション番号です。で、これらの親となるサブミッションコードっていうのは入れることはできません。で、またランアクセッション、つまり SRA データそのものなんですけども、これらもまあ入力には使えないんですけども、で、もし一つのエクスペリメンタリーアクセッションの中に複数のランがあった場合っていうのは、これらを一応ダウンロードしてきてファストQ形式にして、それらをコンカテネートした後その後のマッピングとかをするようにしています。まあ、ちょっと DDBJ の方がいらっしゃるっていうんで、ちょっとここは詳しくで、あと処理可能な次世代シーケンサーのデータなんですけども、まあ、チップシックをメインに作られてるわけなんですけども、 DNA シックとか MLA シック、フェアシックみたいに、ゲノムに直接リードをマッピングできるものについては対応可能です。で、RNA シックみたいに、みたいなものは三角っていうふうにしてるんですけども、これはイントロをまたぐようなリードっていうのはゲノムにはマッピングされませんので、これはちょっと三角っていうふうになってます。まあ大体目で見る分には十分な情報は得られます。で、バイサルファイトシックとかハイシーみたいにリードを直接マッピングできないものについてはペキになってます。で、まとめとして、すでに報告されたチップシックデータを超簡単に可視化するためにはこのツールを使う。で、 Google でサーチしていただくと誰でも無料で使うことができてます。で、最後の話なんですけども、今までの報告されたチップシックデータを全部可視化しようというプロジェクトです。で、さっきまでのソフトウェアの話っていうのは、あるタンパク質がどこに結合するかっていうのを簡単に示してくれます。例えばオクト3、4というタンパク質がレフティーという遺伝子の周りにこことこことここにひっつく、こういうのを簡単に出してくれるのが先ほどのソフトウェアです。で、今からお話しするデータベースの話っていうのはその逆でありまして、こういうふうにあるリージョンにどんなタンパク質が結合するかっていうのを、一覧表示してくれる、そういうふうなデータベースです。で、例えばまたこれなんですけど、 PAU5F1 という遺伝子の上流の方にオクトソックスナノグ KLF4 とかその他もろもろ、こういうふうなタンパク質がどこにくっついてるか、こういうのを全部表示してくれるような、そういうふうなデータベースを作ろうとしています。で、こういうのを作ろうと思うと、あらかじめ今まで報告されたチップシックデータを全部計算して、例えばピークコールみたいなことをやっておく必要があります。で、果たしてそのことできるのかということで、今まで報告されたエクスペリメンタリーアクセッションの数数えてみたんですけども、人の場合9300で、マウスの場合は7900あります。で、一個一個まあピークコールしていったとして、まあ、一つのデータあたり30分くらいかかったとします。そうすると全部終えるのにだいたい1年近くかかってしまいます。で、まあこういうふうに1個ずつやっていったらもうキリがないっていうことです。で、じゃあどうしようかって考えたんですけども、まあ、簡単なんですけども、100個ずつほんなら並列処理したらどうなるか。そうすると時間は単純に100分の1になります。つまりどちらも2日以内に終わっちゃうっていうことになります。で、じゃあ並列処理すれば、まあ、時間が大幅に短縮できるっていうことなんですけども、じゃあ Mac を100台買うかっていうことになるんですけども、そんなお金はどこにもありません。で、どうしようかと思った時にDDBJ のスーパーコンピュー、本当にお世話になっております。ありがとうございます。で、この DDBJ のスパコンっていうのは本当によくできていて、もう何がまず一番いいかというと、無料で誰でも使えるということです。で、あと大規模申請っていうのをさせてもらうと数百ジョブを並列処理できるということで、もうこれしかないと思いました。で、本当に申し訳ないんですけども、この一時期ちょっとこの DDBJ のスパコンに SRA テイラーで使ったスクリプトをこういうふうに大量に投入させてもらって、もう一時的にまあ占拠させてもらったんですけども、で、それで計算をやりました。で、まあ、一応実はそんなに迷惑かけるような計算してないっていうのを示したいだけなんですけどもまあ人もマウスも3日程度終わりました。で、1つのデータを1つのジョブとして、
新ノードに投入してます。で、4スロットで 16GB の RAM を使わせてもらいました。で、これ縦軸が稼働ジョブ数、これのための稼働ジョブ数なんですけども、まあ3日間にわたって50から100ぐらいのジョブを投入させてもらって、計算を完了しました。そこまで迷惑かけてないかなと思います。で、計算の概要なんですけども、まあ、先ほどと同じような感じで SRA ダウンロードしてきて棒体2でマッピングしてます。で、カバレージ計算をまあやってこういうふうな波形データカバレージデータを作るっていうのと、で、あとピークコールは MAX2 を使っておりまして、まず一つのデータについて、ベッドファイルでピークコールを貯めていきます。で、その全部得られたベッドファイルを全部コンカテネートして、で、ビッグベッド形式にバイナリ化してあります。で、そうすることで、どこにどんなピークがあるかっていうのを簡単に見られるようにしています。で、この辺ちょっとまだ、議論のあるところかもしれないんですけども、Q バリスレッショールドを10のマイナス3乗、マイナス5乗、マイナス10乗というふうに3点で行っております。で、インプット DNA みたいなコントロールデータは使っておりません。で、まあ、こういうふうに、大量にデータを貯めていって、それを簡単に見られなければ意味がないと思ってますので、ゲノムブラウザーと、ウェブブラウザーがあれば誰でも簡単に見られるようにしております。で、例えばこういうふうに IGV っていうゲノムブラウザーをまず開いておいて、で、僕が作ったウェブサイトを開きます。で、マウス MM9 かヒューマン HG19 かで、ヒストン含む含まないっていうふうに分けていて、あとキューバリスレッショルドで分けてます。で、例えばどこかクリックするとそれが瞬時に IGV に反映されます。で、例えばマイオジェニンみたいなところを周りに見てみようっていうふうにやると、こういうふうにピークコールのデータが全部表示されます。で、これの見方なんですけども、この一本一本が一本一本のバーが、ピークコーラーが出したピーク領域です。で、この色が、ヒートマップ表示になってまして、青から赤にかけて、Q バリューの値が低い、つまり統計が空的に優位であるということを示しています。で、ここに書いてる文字なんですけども、例えばこれの場合だったら、MyOD の抗体を使っていて、細胞は C2C12 で、アクセッション番号は SRX なんとなんとかというのを示しています。で、ちょっとこれ、もう少し動画で見ていきます。で、例えばこのマイオジェニーのこの辺にはまあ、CTCF が要件ついてたりとか、あとこの辺なんか MyOD とか同じく筋分化に関わるような転写因子がひっついてます。まあ、よく見てみると MyODC2CL MyOGENIC2CL とかっていうふうに、まあ、筋肉関連因子がひっついてます。で、他にも赤血球の分化に関わる GATA1 の周り見てみますと、まあ、ご覧いただくと分かると思うんですけども、 PU1 っていう同じく血球分化に関わるような転写因子がバーッてひっついてます。で、他にも、ES 細胞で重要な、PAU5F1 OCT3-4 とも言いますけども、その周りを見てみますと、まあ、これの上流のこの辺なんですけども、 KLF4、SOX2 OCT7 などのように ES 細胞で重要な転写因子がここにバーッてひっついてます。で、もしなんかここにあるピークとかなんかに興味があって、もう少し詳しい情報を知りたいときは、右クリックしてコピーして、で、僕が作った、ウェブサイトのここにペーストします。で、このインフォっていうボタンを押してやると、メタデータを見ることができて、これがタイトルで、これがアブストラクトになります。で、この辺見ると、ES 細胞でオクト4で抗体の番号がこれこれとか細胞の株がこれこれとかっていうふうにメタデータを簡単に見ることができます。で、今度はこのビューっていうボタンを押すと、今度はビッグイックデータが簡単に見られるようになっていて、こういうふうな波形データを見ることができます。で、まあ、他の遺伝子にも行ってみようということで、ナノブのところに行ってみると、先ほどのオクト4のビッグイックデータがここにありまして、で、ここを拡大してみますと、
ナノグの上流にオクト4だけでなく、まあ、P300 とかソックス2とかナノグとか、まあ、あの ES 細胞に非常に重要な因子が、まあ、ここにまとまってひっついてるということが分かります。まあ、こういうふうにして非常に簡単に見られるようにしています。でこういうようなブラウジング環境をどういうふうにしているかということなんですけども、ウェブサイトとファイルサーバーとゲノムブラウザーが三位一体となってあのインタラクティブに働くようにしています。でさっきの動画でもありましたように、ウェブサイトのどっかをこうクリックするとその情報がファイルサーバーに送られまして、でピークコールとかカバレージデータとかを大量に貯めてるんですけども、そこに信号が送られて対応するファイルがこのゲノムブラウザに表示されるようになっています。でこのゲノムブラウザで興味のあるピークのところでコピーして、またここにペーストしてやるとその情報がここに行って対応するカバレージデータが表示されるっていうふうな関係になっています。でじゃあどうやってこのウェブサイトをクリックしたこの IGV が動くんだろうということで、これはあの最近まで知らなかったんですけど、 IGV っていうのは HTML で外部制御することができます。で例えばウェブブラウザー上にあーっていう文字があったとします。でこれをクリックすると何とか何とかっていうビッグベッドファイルが表示されるとすると、ウェブサイトの方でこういうコードを組み込んでおけばできます。でまずこの A タグがここから始まって、この赤い4行が、リンク先の URL です。でここで A タグが終わってあーっていう文字があります。でこのリンク先のところ赤いところの1行目っていうのは IGV を操るおまじないで、まあ、僕もなんでこれでこんなことができるのかよくわかりません。で2行目に書いてるのがこのビッグベッドファイルを保管してあるサーバー上のアドレスです。で3行目のジノムイコール HG19 っていうのは IGV のゲノムアセンブリを HG19 にしなさいっていう命令 でネームイコールホゲホゲってしておくと IGV の左側にあるトラックネームがホゲホゲになります。まあ、なんかこういうふうなことをすると簡単に操ることができます。でビッグベッドの中身なんですけども、一応まあベッドファイルをバイナリ化しているので、まあ、ベッドファイルの話になるんですけども、最初の3列がゲノム上のポジション でここが IGV に表示される文字です。で Q バリューとカラーコードっていうふうになってるんですけども、ここをもう少しちょっと詳しく説明しますと、ここのところっていうのが抗原抗体名で、ここっていうのが細胞や組織名で、これがアクセッション番号っていうふうになってます。でこういうふうな情報っていうのは、メタデータから、自動抽出するようにしておりまして、NCBI の FTP サイトから、FTP サーバーから NCBI SRA メタデータフルっていうファイルを落としてきまして、でそこに、XML ファイルがあるんですけども、エクスペリメントとサンプルの2つのファイルの中からライブラリーストラテジーがチップシックであるものを、抽出してきます。でこの中に書かれているタグの中でチップアンティボディもしくはアンティボディというところに何か文字が書かれていれば、それを抗原抗体名としています。でソースネームセルタイプティッシュというタグのところに何か書かれていれば、それを細胞や組織名というふうにしています。でプライマリー ID というタグのところに書いているのを、アクセッション番号というふうにしています。まあけどこういうような自動抽出してるんですけども、まあ、ちょっといろいろ問題がありまして、でまず一つ目のこの問題なんですけども、見ていただくと分かると思うんですけども、もう多すぎてごちゃごちゃしてます。もういっぱいありすぎて、もうなんか情報過多なんじゃないかって思うんですけども、でもう少しその抗原や組織名で絞り込みできないか、例えばプルリポテンシー関連の抗原で絞るとか、あと ES 細胞とか、心筋で絞り込むとか、そういうふうなことができればいいなというふうに思ってるんですけども、実はそうするためにはちょっと問題がありまして、メタデータの表記の入れっていう問題があります。なんかありますか？いやいや、まあ、僕らもいつもこのなそうなんですね。あ、じゃあすごいなそうなんですね。いや、やっと来たなと。誰かやってくれないですかで、どういうことかと言いますと、例えば細胞組織名、これ全部 ES 細胞を言いたいのにこれだけのバリエーションがあるっていうことなんですけども、
これエンブリオニックステムセルズ、これは大文字小文字の違いです。で例えばこれなんかセルとセルズの違いです。でもっとひどいのがこれエンビオニックステムセルズというふうに明らかにこれは ステルミスなんですね。こういうふうに こんなひどい状態なんですけども、こういうふうにメタデータの表記の揺れっていうのが非常にあります。で例えばテキストマイニングなのでこれは全部 ES だよっていうふうにできればいいんですけども、ちょっと僕の知恵ではそういうことはできないので、なんかできたらいいなっていうふうに思ってます。大文字小文字は多分すぐにできると思うんですけど、ですよ、ね、まあスペルミスは結構ね、はい、僕らがやってるところにもいっぱいあります。あ、そうですか。こんなんとかも略称とかも、あ略称も多いね、はい、略称俺略語多いんですよ。うんと自分でつけたようわからん略語、はい、知らんっていうその論文読んだらわかるんやけど、そうですよね、読まんとわからんみたいなね、うん、なんとか細胞みたいなやつですね、はい、うん、あすいません。で、まあ抗原抗体名もそうで、まあ、オクト4オクト4でなんかカタログ名も一緒につけてたりとか、あとオクト4の正式名称であるPAW5F1というふうに書いてたりとか、まあ、こういうのもなんかどうにかならないかなっていうふうにちょっと思ってます。で、まあ、そういうふうに表記の揺れをなくすことによって検索性を高めるっていうのが目的として一つあるんですけども、もう一つもっとなんか重要なことができるんじゃないかと思って、それぞれのチップシックのデータがどの細胞で行われて何の転写因子についてやったかっていうのを一義的に決めることによって、例えばある細胞タイプでは転写因子の一番はこの遺伝子を支配している、この転写因子はこれらを支配しているっていうふうに転写制御ネットワークを書くことができます。で、じゃあ別の細胞ではどうなってたか、こういうふうに変化して、この細胞ではこういうふうに変化してるっていうふうに制御ネットワークを構造として理解できるんじゃないかと思っています。まあ、だからこういうのも、表記の揺れっていうのをなくすことで、こういうふうなカタログが作ることができるんじゃないかっていうふうに思っています。で、3番目のまとめなんですけども、全部のチップシックデータを統合的にかつ横断的に可視化するようなプラットフォームを構築したということで、フューチャープランとしましては、マウス、人のほかにハエ、線虫、酵母などで作っていくということと、あとこういうのって毎月1回更新されますので、それに応じて自動的にアップデートするような、仕組みにしたいと思っています。で、今後の課題なんですけども、まあ、ちょっと結構巨大なファイルがありますので、そのファイルサーバーどこに置くかっていうのをちょっとこれ太田さんに何とかお願いしたいと思ってるんですけども、で、あと表記の揺れ何とかならないです、うん、いろいろ逃げの手段はあるんですけどね。あ、そうなんですか。で、あと、ピークコールはコントロールデータなしでやってるんですけど、本当にこれでいいのかっていう問題もあります。あとプロジェクト名チップウォームっていう名前つけてるんですけど、なんか太田さんがちょっとダサいなんかいいアイデアありましたらお願いします。でダサいですか、部屋を。で、最後謝辞なんですけども、本研究は九州大学学研究員の私のボスであります目野教授の下で行われています。で、同じく医学研究員の大川さんと前原さんには本当にそのコマンドのいろはからソフトウェアの開発までいろいろアドバイスいただいております。で、太田さんとは去年の文政で初めて知り合ったんですけども、そのソフトウェアのところでいろんなちょっといいアイデアをいただいております。で、あと DDBJ のスーパーコンピューター本当にお世話になっております。本当にいいですねで、あと理研 CDB のしおりさん、実はこの方が沖さんこういうようなデータベースあるといいんじゃないっていうもともとの発想をいただいております。で、理研キュービックの大波先生はデータベースに関するいろんな知識について教えていただいております。この場を借りて感謝申し上げます。で、最後なんですけども、 SRA テイラーというソフトウェアは Google で検索すれば誰でも使えます。で、このちょっとダサい名前のこのプロジェクトなんですけども、これまだ公開しておりませんので、もし興味のある方いらっしゃればここまでメールください。以上です。ありがとうございます。